こんにちは、さとちんです。今回はですね、モンスターハンター15周年10に来たということで、皆様にね、お楽しみいただけたらなと思います。一緒に楽しんでいきましょう。こちらモンスター痕跡探しですね。行ってくぞ。画面ではだいぶ暗くなっちゃってるかもしれないですけど、あ、痕跡探しですね。これをたどってモンスターを探すと、モンスターのこれが足跡ですね。すごい、ブラックライトで照らし出すと現れる。お、すごい、木にね、爪跡がありますね。原生林に来たかのような香りに包まれます。ミスティーチャーコールの香りと書いてあります。確かに匂いがなんか違いますもんね。森フィールドですね。真っ暗じゃないですか。こちらにもね、傷跡が描かれてますね。いやー、なかなかね、難しいですよ、これは。こちらは森フィールドですね。こちらはですね、アースの香りが漂い、モンスターの鳴き声があたりから聞こえますと。砂漠、火山、海フィールドとなっています。わ、こちらは様々なエリアに登場するモンスターを360度と映像で体感できます。動き回るモンスターの迫力や時間によってシーンが切り替わっていく不思議な体感をお楽しみいただけます。お、現れそうじゃないですか。先ほど火山だったんですけど、ここは海ですね。さあ、やっつけましたね。これが海フィールドですね。めちゃめちゃでかい、でかいぞ、でかい。はい、到着しました。次に待ち構える 4DX への準備エリアです。クールフィールの香りで清涼感を嗅覚から感じることができるテントと銀線ザルの造作があったり、ゲーム中にも存在する雪山付近の温泉の壁と床に投影して温泉に入っているかのような写真を撮ることができます。フォトストップですね。はい、ということで、ここは温泉ステージですね。温泉に入ったかのように味わえることができます。次のステージ行ってみましょう。はい、雪山ベースキャンプに来ました。ここはですね、撮影禁止ということで、ね、すごいです。ぜひね、来て見てほしいです。これはマジで、これはマジです。はい、ということで、体感エリア終わったんですけれども、ここからですね、歴代のいろいろなね、展示エリアとなっています。ハンター装備や看板娘、環境生物展示コーナー、ハンターシリーズ、こちらから見ていきたいと思います。じっくりまったりと。めちゃめちゃかっこいいですね。多分身長180から90ぐらいの方が似合いそうですね。続いてはラギアシリーズ。どうですか、モンスターハンターファンの方、ワクワクするでしょ。全体像も撮りたい。はい、全体像はこんな感じ。やばい、神王シリーズですよ。これはワクワクしますね。私も、うわー、懐かしいな、懐かしすぎる。ゴアシリーズ、かっこいい。ブレイブシリーズ、レギオスシリーズ、金でめっちゃかっこいいですね。超かっけえ、金なんすよ。塗装はかっこよし。ディノシリーズ、かっこよき。黒煙王シリーズ、
うわマジかっけえわ、超かっけえわ。ダダン、バルクシリーズ超かっけえんだが、うわやば、これ伝わるかな、このかっこよさマジやばいんだが、オーグアルファシリーズ、ピカチュウマジやべえだろ、マジやばいっしょ、ダン、かっけえな。EX ラブインアルファシリーズ超かっこいいから、これもう見て、やべえだろ、やべえな、かっこいいっす、うわー半端ねー。はい、こちらのにゃんこたちも見ていきましょう。ミルシー衣装、カティ衣装、ソフィは衣装、キャシー衣装、コノハ衣装、アイシャ衣装、シャーリー衣装、パティ衣装です。はい、こんがり肉から始まった、肉食ってるかお願いします。はい、ということでこんがり肉やっていきましょう。これ回すことができて、で、あ、軽い、美味しく焼けました。ぜひね、来た際はこんがり肉やってみてはいかがでしょうか。美味しく焼けました。はい、こちらがですね、料理でございますね。めっちゃ美味しそう。こちらが壁となっています、歴代の恐竜でございますね。はい、こちらはなんとですね、ふんころがしの匂いを嗅げるということで、匂いを嗅いでみてください。いきますか。あー、ちょっとね、汚物の香りがしますね。あー、なるほどね、うんち臭いですね、ふんころがしの香りがします。そうですよね、プーンっていきましたよね。以上、ふんころがしでした。匂いをね、嗅ぐことができます。たまんねっすね、これたまんね。はい、こちらがですね、寄り道うさぎ、寄り道うさぎのやつと、こちらよく見かけますよね、しびれガスガエルです。しびれガスガエル、かわいい。はい、それではこちらですね、武器の歩み、これをね見ていきましょう。いろいろ武器のね種類があるんですけれども、全部載ってます。それでは2019年、まあこっちは後ろですね、2019年からズズズイと、ここはモンスターハンター4ですね、初登場、8年、モンスターハンターポータブルセカンド Z、 ここで初登場、スラッシュアックス、ここは2008年とか2007年ぐらいですね。ポータブルっすよ、会社の先輩がめっちゃやってたわ、毎日会社の休憩時間にもこっそりねやってましたね。でこれ2005年、2005年っていうと14年前になりますね。タッチで2004年、モンスターハンター創建初登場ということで、
いっぱい増えましたね。ということで武器の歩みでした。近畿モンスターコーナー、舞い降りる伝説黒竜ミラボレアス、怒り狂う最悪ベニリュミラボレアス、古竜種ソリュっていうのかな、ミラボレアス古竜種、天候も急変させる天才アルバトリオン古竜種、偉大なる破壊と創造グランミラオス古竜種、黒竜伝説、こちら黒竜のジャガン、ただならぬ雰囲気を放つミラボレアスの目、まるで魂がこもっているかのよう、決して触ってはいけません。はい、それでは物販コーナーもう見て買うことができるのでちょっと見ていこうかなと思います。予約受付中、なんとお値段30万円、30万円、すげえ。ネルギガンテ6分の1スケール、ネルギガンテ、お、この辺はネックレスコーナーですね。うわめっちゃ欲しい iPhone ケース iPhone ケース13000円、めっちゃ欲しい。800万円、15周年、銀龍炎純プラチナリオレウス希少種、リオレウスがね800万円なんですよ。でリオレイヤーも800万円です。金メッキとプラチナで10倍の差があります。すごい。ラオシャンロン22000円、いいお値段です。22000円、02ギガソフビシリーズラオシャンロンアッシュ、ちょっと欲しい、ちょっと欲しいな。15周年、点こちらのねオフィシャルブック買っていきたいと思います。税抜き2800円。いや何がいいですかね、他クリアファイルもいいけど、うわいいじゃないですか、こんがり肉サラミめっちゃうまそうなんだけど、めっちゃ可愛いじゃないですか。スマホリングアイルー可愛いですね。はい、私は買って帰りたいと思います。タイトルアートポストカード15点セット1と2。なんで買い物すると汗出るんでしょうね。あ、そうですね。はい、ということで10,700円のお買い物して帰りたいと思います。はい、ということで最後にですね、こちらここの限定ですね、モンスターハンター15周年展、こちらのガッチャやっていきましょう。セーフティー解除されたんでね、もうスイカで買える時代ですよ。ガッ、はい、1回500円で砂漠のねリストバンドゲットです。いやでも積雪欲しいな、積雪出るまで終わるまでとかやったらどうなんだろうな。私たちは面白いですけどね。あ、そうなんですか。私たちは見る分には面白いけど、うん、地獄にならない。次で引く、次で。電子マネーいきます。2回目、積雪出るまで終わりません、頼む。ダメです、助けてください。頼む、白。あ、ちょっと助けてください。ちょっとまずい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 。最後のちょっと汗が出てくるっていうね。よし、いきます、頑張れ白。やった、オッケーオッケーオッケー。いや、やっぱ白かっこいいですね。積雪5分の1を引くことができました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんも、モンスターハンター15周年展来て楽しんでみてはいかがでしょうか。めっちゃ楽しかったです。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。